さあどうでしょう、ピット離れで飛び出した2号艇茅原、最後まで抵抗した田中でありますが、どうやら並びは2対1となってきそうです。 G1 第67回中国地区選手権開催3日目の攻防は第3レース予選競争です。対戦メンバーは1号艇田中達彦、2号艇茅原優希、3号艇清水敦樹、4号艇浜崎正成、5号艇が森谷美穂、6号艇井本雅也、以上6名の対戦です。さあ本番はインコース取り切りました。人気の軸は2号艇の茅原優希。昨日のドリーム戦は大敗を喫しました。展開なかった茅原ですが、足的にはかなりなハイレベルが狙えそうなコメントです。ここはインコースダッシュ。2コースが1号艇の田中達彦。田中もここまで大崩れなく手堅くまとめています。3コースに3号艇清水敦樹。昨日2着の初連帯、悪くはないがパンチが欲しい足。4コース角にして4号艇浜崎正成。船足もさることながら気配とさばきが噛み合って充実の走り、オール2連帯。5コース5号艇整備で登場森谷美穂。6コース6号艇井本雅也で進入。インコースから2番1番3番4番5番6番でスタートしました。インから踏み込んだトップスタートは2号艇の茅原。一周の1マーク、逃げる2号艇茅原に1号艇田中がさっと引く。その間を狙うのは3号艇清水で、あとは遅れた4号艇5号艇6号艇。バックスレッジはイン奪って押し切った。2号艇の茅原がトップ、2停身から3停身抜けて2番手に3号艇清水、3番手1号艇田中の内から4号艇浜崎が並ぶ。スタートは正常でした。一周2マーク、トップ旋回2号艇の茅原、2番手先取りは4号艇の浜崎を3号艇1号艇と差し返してホーム側に戻ります。先頭は抜け出しました、2号艇の茅原優希。2番手は2停身、3号艇の清水が守っていますが、その後ろで1号艇4号艇田中浜崎と地元両者が追っていまして、2周の1マーク、2番手で回る3号艇清水の後ろを早めに握って4号艇は浜崎、小回り1号艇田中は波をなぞって、バックスレッジは2番手は3号艇の清水が守ってリードを少し広げて4停身、3番手に上がったのが4号艇の浜崎となった。2番3番4番でこれから2周の2マークへ。トップは2号艇の茅原優希、2番手で3号艇清水敦樹、3番手4号艇浜崎の後ろから内懐めがけて1号艇田中でありますが、ここは4号艇の浜崎が3番手守ります。リードは3停身。上位体系2番3番4番でレースは最終周回に入っています。ここはピット離れからインを奪って2号艇ドまんまと押し切りました。茅原がトップで3周1マーク、続いては3号艇の清水敦樹2番手キープ、3番手は4号艇の浜崎競り勝っていまして、上位体系2番3番4番です。2番3番4番この組み合わせですと3連単 33.3 倍、2番3番2連単で 10.9 倍を示しています。ラストターンマーク、トップで戻った2号艇茅原、初日連勝以来の3勝目。2番手が3号艇の清水、3番手は4号艇浜崎、2、3、4。第3レース先頭2番ゴールイン、3番ゴールイン、4番ゴールイン、1番ゴールイン、5番、ラスト6番がゴールイン。第3レース1着は2号艇茅原優希選手です。お疲れ様でした。よっしゃ、今日シリーズ3日目は1着を取った選手には山田屋さんの東洋化です。ありがとうございます。はい、東洋化大好き、これが大好きでした。はいさてレース振り返っていきます。進入本番はインコース、ピットバレーよくインコースになりました、はい、2対1、3ダッシュ、4、5、6の3対3で0-5のトップスタートでした、はい、ちょっとエースは早いなと思ったんで、はいはい、状態を起こしていきました。はい、そこから1マーク回って、昨日リング交換もありましたけれども、はいはい、船足の変化の方はいかがでしょう。は、まあ、足は悪くないと思ってたんで、はい、あの昨日の6着はまあ展開とか、うん、まあ、そういう、まあ、少し滑ってる部分があったんで、はい、そこだけは調整していこうかなと思ってペラはしっかりやっていったんですけど、はい、あの初日からその船足に関しては、まあ、いいコメントが出てて、はい、その中でのリング交換、うん、これは何かこう、まあ、底上げですね、うん、はい、で底上げはできたと思います。はい、はい、じゃもう今も全体的にいい感じ。そうですね、はい、じゃあ今日は、後半7レースに向けては、はい、特にご飯を食べるぐらいですか、まあ、もうすいません、ちょっとご飯食べたいんですけど、はい、食べたんですけど、はい、はあ、ちょっと、はい、お腹空いてるんで、はい、ちょっとらっきょうが今詰まってたんで食事をとって、まあ、ちょっと
乗ってみたりして、そうですね、考えていく感じですかね。はい、はい、では後半カートに向けて意気込みお願いします。はい、後半も頑張ります。お願いします。第3レース1着2号艇貝原由紀選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。サンデースのウィナーインタビューをご覧いただきました。競争成績です。1着2番貝原由紀選手、2着3